え皆さん、こんにちは。青森太郎です。いつも Twitter 及び YouTube をご視聴いただき、本当にありがとうございます。感謝申し上げます。えー、今日はですね、青森県立図書館デジタルアーカイブというもののご紹介をしたいと思います。えー、青森県立、このデジタルアーカイブはですね、だいぶ以前からネット公開されております。 まあ、ただ、あの私は部外者なので、どのくらいの利用率があるのかどうかは、ちょっと分かりません。ただ、それなりにいろんな資料を、業務多忙の中、こうやって時間を割いていただいて、著作権に支障のないものをですね、青森県民の皆様に公開していただいているということですので。 納税者である私たち青森県民をですね、どん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 こういうネット公開資料をですね、活用して、いろんな場面で使い、あるいは自らの教養を高めていっていけばですね、えー、自分のためにもなる。県の文化度教養も上がっていくということで、一石二鳥になるわけですから、まあ。とりあえず今日はですね、えー 青森リ建設図書館デジタルアーカイブなるものをですね、まだ見たことのない方、活用したことのない方、たくさんいらっしゃると思いますので、まあ私もあの使いこなしているわけではないんですけども、とりあえず、えー、唇を切らせて、まあ一応のこう、うん、内容、こんなものがありますよと、とこんな使い方ができますよ、ということをですね、えー、皆様に解説したいなと。 思っております。で、まあ今あ見せてるこれがトップ画面なのですが、まあ時々こう更新もして、えー、今月のいつはこういうのを追加しましたよというのがこの辺に、えー、出てきます。 えーまあ、ただですね、えーまあ、この辺追加資料があるんですが、例えば2020年の1月11日には、えー、36点公開したということで、これを、えー、クリックしていくと、創畜というですね、ここの、うん、と代表資料だけは出てくるんですけども、じゃあ残りの35点が どこなのかという,いうと、私はちょっと探せなかったので、えー、もし、まあ、これを、検討所管の担当の方、ご覧になってましたら、私に、あのー、ご教示いただければと思います。まあ、ちょっとこう、んと使いづらい、まあ、職員の方が、あえー、内省している中で作ってるということなので、もともとね、こういう仕掛けの、 え、プロフェッショナルでもない方が、自前で勉強して、こんだけの仕掛けを作ってるわけですから、偉いなと思います。頑張っていただく反面、使いづらいところもありますので、そこら辺は、あの、まあ、ちょっと苦言を呈する形になりますけれども、まあ、こちらの方も、より良いデジタルアーカイブにしてほしいという気持ちがありますので、あえて、えー 苦言を吊す場面もあるかと思いますけども、まあそこはご容赦ください。えー、ということで、今あの、一画面50件の表示ということで、50件ここにダーッとこう、出るようにしております。とりあえず、一番上から見ていきましょう。青森市のこれ、かっぽ怖いな、ということで。えー、資料番声はがき、地区。 上から、まあ、ま、えー、公開中だということで、著作権フリーでどん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 使ってくださいという意味だと思います。えー、では、合ポ公演の、これは絵はがきですね。開いてみましょう、えー。カラーチャート、それからメジャーが入っていて、すごいですね。大きさも色の具合もわかりますので、なかなかの 配慮だと思います。で、えー、ここを見ると、まあ、いろんな、もっと詳しいデータがあったりして、これをまあ、簡易、元に戻しますと、こんな感じになります。で、まあ、あのー、デフォルトはちょっと小さいので、これマウス使って、どん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 、いくらでも大きくできますので、この辺はですね、非常に、 あの便利な使い、仕様だと思いますので、本当にありがたいことだと思います。で、画面でこうやってね、見ていけますので、かなりズーミングもできます。まあ、元のデータ結構大きいんじゃないかと思います。公園、えーまあ、この、こ今もうある池ですね。こちら本は、物、え、壇、ー。 あ1でしょ一回元に戻しますとまあこうなっちゃあじゃあもう一回それでですね実は、えー、この資料どこ見ていってもですねこの絵はがきの年代がよくわからないわけです。 まあ、絵はがきっていうのは皆さんご存知の通り、あの、化身画をしたりですね、いついつ撮影っていうのはほとん、うん、なかなかそういうのはわかんなくて、えー、じゃあこの絵はがきの年代がざっといつ頃なのか、ということで、えー、私も最初絵はがきの予備知識がまる,まるでないときはですね、どうすりゃいいのか。で、いろいろネットを見ていったらですね、この、 絵はがき、写真が載ってる裏の方ですね。えー、宛先を書いたり、自分の差し出人しを書いたり、えー、下半分には通信団があるんですけれども、あの辺の郵便はがき、はがきとか、それから通信団まあ途中からあの途中に横線が入って下の方に、えー、いろいろ文面を書けるようになるんですけれども、それのですね、位置とかで、 ざっと大まかに4分類、5分類ぐらいできるらしいんですね。これは、まあ、あのマニア方あの方、ホームページ作ってる方がいらっしゃいますので、そちらを見ていただくとよくお分かりになると思います。そういう意味で、あの実はこれは私の要望なんですけれども、えこのえ写真の裏側の ところをですね合わせて掲載していただくとこの絵はがきが大体いつ頃のものかっていうのはこう絞ってこれるんですねそこのところをまあ多分お気づきでなかなかまあ時間もかかる手間もかかるやり直しの部分もあるということであの治ってい,いかな、ね、いまあ私も 一度要望したことはあるんですけれども、そのままになっておりますので、本当にこのままだとですね、せっかくの公開資料がなかなか使いづらいというところはありますので、早急にですね、この写真部分と合わせて表があって言えばいいんでしょうかね、えー、宛名とか確保の 面も一緒に合わせて公開していただければと思います、えー。それでは2枚目を見ていきましょう。青森市の包み側ですね。これももうマウスでこのようにガーッと大きくできますので、非常にこれは便利な機能だと思います。それから、まあ、データもダウンロードできますので、 これは非常に、えー、面白く便利にできていると思います。それからこれは同じ川越市の浜町桟橋ですね。これもまあよくう見られる絵、えー、はがきではあります。まあ、これはあのー、著作権切れているので、どんどんご自由にお使いくださいということですので。 あのこれを見た方はですねいろんな場面で活用をすればいいのではないかと思います。えー、遭難写真もですねこういう具合に資料がいっぱい載っております。 えー、これは青森永林局の森林鉄道ということで昭和12年と書いておりますね。これはまあどなたかの基礎資料なのでしょう。えー、所蔵してた方がこういう場合に書いてたと思います。まあ、えー、きちっと図書館で公開するときにね、これは本当に昭和12年の写真なのかどうかというのは多分 裏を取ってるんだろうと思いますけれどもそこら辺をきちっとやっていただくとこれがまあ本当に写真資料としてより価値の高まるのになろうと思います青、えー、森警察署ね本当にねあの見たこともないような、えー、資料がポっとあったりして あの見ていいるだけでで楽しいですよまあこれはね本当に裏がこうあってこれはもともと青森県立図書館ええー、古さんっていう人が寄贈してるんですねまあこういう具合にねあの絵はがきも、えー、反対側の面もこういうふうに合わせて公開してもらうと絵はがきの、えー、年代をぐっと絞れますの そこら辺よろしくお願いしたいと思います。今日はとりあえずあの簡単にですね、青森県立図書館もあのきちっとデジタルアーカイブを作って、県民の皆さんにえ資料を公開していますというのをまあ個人として、これはまあもったいないので、青森県民の皆様も大いに利用してくださいという形でのご紹介でした。 以上、ご視聴ありがとうございました。